ゴーサトシカンは、久保ーリーグ LG ツインズに所属している野球選手。2008年トリプル A 世界選手権、韓国代表として、金メダルを獲得。プロ1年目の2009年は1軍で5試合のみの出場にとどまった。2010年は3月27日のサムスン戦で、ただ森カンからプロ初本塁打を放つと、牧章伊佐監督はその素質を見込み、 そのまま起用を続ける。自身の好プレーや失策によってチームの勝敗が左右されることが多くなり、監督は彼を一層重用することに、オールスター戦に監督推薦で初出場。シーズン通じて打率245打数の約4割が三振と雑な打撃が際立った。この年はアイブフインターコンチネンタルカップ韓国代表にも選ばれている。 2011年は負傷もあり試合出場数が激減し、成績も前年より大きく下回った。2012年は年俸が前年の半額以下となってしまったが、レギュラーシーズン133試合にすべて出場し、復活を遂げた。その後もショートのレギュラーとして活躍を続け、2016年シーズン終了後に、兵役のため警察野球団の入団テストを受けた。 ものの、入れ墨のため不合格となった。2018年のアジア、競技大会野球韓国代表に選ばれ、優勝により兵役免除の恩典を受けた。2019年シーズン終了後初めて FA となり、LG と2020年により、契約期間4年で再契約した。ありがとうございます。